皆さんこんにちは。写真家の成澤博之です。どうもどうも。さあ今年もやってまいりました。お盆の天文現象といえばペルセウス座流星群です。流星群って当たり外れがあるんですけど、ペルセウス座流星群って大体流星がたくさん流れてみんなが楽しめるんですよね。しかもそのお盆の連休中に差し掛かる天文現象なので家族で楽しめるっていうのがとてもいいところです。今日はペルセウス座流星群の予備知識、ペルセウス座流星群って何なのかっていうことと、ペルセウス座流星群の楽しみ方ですね、観察方法とそれから撮影方法、私の写真をお見せしながらご紹介したいと思います。まずはペルセウス座流星群の予備知識について、今年のペルセウス座流星群の極大日は8月12日から13日にかけて、8月12日の夜から8月13日の未明、朝までですね、夜が終わるまでが、見頃になっています。極大日っていうのが流星が一番こう流れますよっていう風に、言われる日のことを極大日と言います。ただこれ皆さんにご理解いただきたいんですけども、極大日しか見れないっていうわけじゃないんですよ。ただこの極大日のですね、前後1週間ずつですねは流星が楽しめる機会になってるんですね。極大日が最も流星が流れやすいっていうのは間違いないんですけども、その前後でも楽しめるっていうことですね。この動画発影してるのは8月8日なんですけど、もう流れてるっていう、流れ始めてるっていうことですね。この流星群が楽しみやすいか楽しみやすくないかっていうのは月齢によるところが大きいんですね。大きな月が空にあると、月の光が強すぎて星の光とか流星の光っていうのがかき消されてしまうんですね。ですので月が出てない時っていうのが流星群の観測のしやすいシーズンということになるんですけども、2020年のペルセウス座流星群はだいたい今日あたりからどん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 月が昇ってくるのが遅くなってくるんですね。ペルセウス座流星群を楽しむには非常に条件の良い年ということになります。8月12日の日にはだいたい11時過ぎに月が昇ってくるみたいなんですよ。なので11時まではこうたくさん流星を楽しめる。今日から月がどん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 細くなっていくので、連休中はですねペルセウス座流星群楽しめると思います。これもお天気次第なので、天気が悪くて極大日に流星群楽しめなかった、8月12日曇っちゃったってなってもご安心ください。連休中であれば極大日の後でも流星群楽しめると思います。なので、晴れ間を狙って、みんなで楽しんでください。流星群って何かっていうことなんですけども、この間ネオワイズ彗星って来たじゃないですか。あの彗星が母天体、母の天体って書いて母天体っていうふうに言われてます。彗星がこう進んでいくときに、まあ、こういろんなものにぶつかるわけですね。ドカ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 ってぶつかるわけですね。でそのぶつかったときにいろんなものがこう弾け飛んだりですね、して撒き散らしていくんですね。彗星が通った後に地球がこう差し掛かる、そうすると地球の引力に引っ張られて彗星が撒き散られた破片が地球にこう降り注ぐと、大気圏突入するときに彗星が撒き散らした破片がこう燃えていくっていう、これが流星群の正体なんですね。でなんで何々座流星群っていうかというと、たまたまその撒き散らした破片が、こう降り注いでくる放射点っていうんですけど、その流星群の放射点の近くにある星座の名前を取って何々座流星群っていうんですよ。ですから今回のペルセウス座流星群はペルセウス座の近くに放射点がありますし、12月の双子座流星群とかはやっぱり双子座の近くにあるんですね。これが流星群の名前の由来。それではここから、製図ソフトを使って実際の星空をシミュレーションしてみましょう。この製図、今出している製図ですけども、極大日8月12日の、22時46分だいたいまあ11時ぐらいってことですね、の空をシミュレーションしています。でペルセウス座流星群の放射点になるペルセウス座はこの北東の空にいらっしゃいます。ここからこうピュン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 、こういう風にですね、上に右に左に四方八方に流星が飛んでいくっていうような感じですね。で流星群以外の流星も見れますんで、まあ、北東の空に中心を置きつつも全体を見るっていうのがおすすめです。隅
スマートフォンのコンパスアプリなんかね、この北東の空をですね、調べてそっち側を見て、じっと待つというのが基本的な観察方法になるんですけども、この目印がこのカシオペア座ですね、この M とか W の形になってるこのカシオペア座の下にペルセウスがあるんだなっていうふうに、考えていただければいいと思います。これとっても目立つ星座なんでね、アルファベットの M とか W に似てるんですぐ見つけられると思います。で、余談なんですけど、この星座線ですね、実は、決まった星座線の引き方っていうのがないらしいんですね。で、これステラリウムっていうアプリを今使ってるんですけど、まあ、このアプリではこういう質素なペルセウス座が表現されてるんですけど、実際日本で普及しているペルセウス座の形ってこういう形なんですよ。日本で普及している本にはこういうペルセウス座が書かれてるんですけど、これよく見るとなんか人がこうやって飛んでるように見えません？ふーっていう風に、すごいですね、陽気な星座なんですよ。で、このペルセウス座のことを知るともっとですね、ペルセウス座流星群に愛着が湧いて、さらに楽しく流星群を観察することができるんですね。で、このペルセウス座については、ソラフェスさんとコラボしたですね、宇宙に寄り道っていうコラボページがあるんですけども、そこにこのペルセウス座の面白さ、ペルセウス座のいじり方についてですね、説明してる記事があるんで、ぜひそっちも見てみてください。概要欄に貼っておきます。予備知識を身につけたところで、まずは観察方法いってみましょう。流星群の観察の時ってずっとこうやって上見てるんですよ。なので首が疲れるんですね。で、首が疲れにくい体勢で見るのをおすすめします。まあ、アウトドア用のチェアとかにこういう椅子とかね、にこういう風にもたれかかれるようなアウトドアのチェアとか、寝てみるっていうのがおすすめなんですよ。で、寝転がって見る時に結構ね、地面って石ころがあったりして、薄いマットだとどうしても石が当たってね、痛いんですよ。こういうホームセンターで売ってるようなアルミのマットあるじゃないですか。これ1000円ぐらいで買えるんですよね。こういうのを引いて、その上に寝転がって見るっていうのがおすすめです。ペルセウス流星群は、まあ、北東から東にかけてが、流れる。どこ流れるか分かんないですね。その群流星って言われるんですけど、ペルセウス流星群の流星以外の普通の流星もこう流れるんですよ。転がってですね、どこを見るわけでもなく、こう全体をこう見渡すっていうんですかね、そういう見方がおすすめです。で、一人じゃなくてね、友達と一緒に行ってちょっとワイ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 お話をしながらね、楽しんでもらえるといいと思います。それで大事なのが服装ですね。その時の天気にもよると思うんですけど、星が見えるようなところって気温が下がりやすいんですよ。秋ぐらいのイメージでちょっと羽織るもの持っていった方がいいです。寝転がって見る場合は、自分の上にですね、こう1枚こうかけられるような毛布とか寝袋とかあるとなお良しですね。結構冷えるんですよ。だいたいね、こういう時はね、防寒して来てくださいって言ってるのに、短パン T シャツサンダルでね、ふざけた格好をしてくる友達とかがいて、私は、友達と流星群を見ると行く時はだいたい必ずこう予備の服とかね、持ってくんですけども、こういうあるあるがありますんで、防寒対策はしっかり行っていきましょう。で、撮り方なんですけども、よく間違えられるんですが、流れ星を流星を撮る時って、流星って一瞬の光なんですね。露出時間が長いとか短いとか実はあまり関係がないんですよ。その一瞬の光を捉える感度とレンズの明るさが重要になってきます。まあ、基本的に星を撮る時っていうのは、だいたい感度が3200とか6400とかに設定して、 F 値は 2.8 を基準に、それより明るければなお良しですよっていう感じなんですけども、まあ、レンズ無理やり 1.4 とかにすると、周辺像がね、こう乱れて、サジタルコマフレアっていうのが出やすくなるんで、まあ、その辺そういうのが出やすいやつは 2.8 まで絞るんですけども、まあ、周辺までちゃんと平坦に撮れるっていうのが基準にはなるんですけども、なるべく明るく撮ってくださいねっていうのが流星を撮る設定になります。大体その撮影する設定が決まったらですね、今度は連写モードにして、レリーズロックがおすすめです。流星はいつ流れるかわからないので、とにかく常にシャッターを切っておくことが大事なんですね。で、そのうちの1枚が冒頭のムービーのようにですね、
ビシュッと流れ星が入ってるようなのが撮れればラッキーという感じですね。もしくはカメラ内インターバルタイマー機能を使って撮影間隔はなるべく短くして、とにかく連写ですね、200枚とか300枚とかたくさん撮ってください。あとカメラもですね、2台以上持ってる方は複数台使うといいです。やっぱり、一方向だけじゃなくて他のところに流れる可能性もありますので、何台か設置して、全部シャッターをこう切りまくると、でその間はずっと空を見て、流れ星を、目でね見て楽しむっていうのがいいと思います。それから自分が気をつけているというか心がけている流星群の撮影方法なんですけど、焦点距離が広角すぎないレンズを使うっていうのをやってます。例えば魚眼レンズとか目いっぱいこう空が入るからいいんですけど、流星の明るさって、全部が全部明るいわけじゃないんですね。弱い流星もあれば強く流れる流星もあるんですよ。もちろんその強く流れる流星が映ればいいんですけど、その広角になればなるほど映る流星って小さくなるじゃないですか。ですから大きくて、明るい流星が流れてくれないと、超広角レンズの場合は迫力のある流星の写真っていうのが撮れないんですね。ただこう焦点距離をちょっとずつ狭めていくと、小さい流星でも派手めに映るんですよ。例えばこの写真ですけども、 12mm の超広角レンズで撮影したものなんですね。流星ちょっと映ってるじゃないですか。でも 24mm のレンズで撮ったらこうだったんですよ。結構違いますよね。この写真、同じ日に同じ時間帯にシャッター切ってたやつなんですけど、これは別の日の写真ですけども、だいたい 75mm ぐらいですね。結構色ついてすごいでしょ。ですので、まあ、自分のおすすめは、魚眼とか超広角レンズを1個仕掛けて、もう1個 24mm ぐらいの標準の広角レンズで撮るのがおすすめですかね。で、撮ってるうちに、あれなんかこの辺がなんかよく流れるなみたいなポイント出てきますから、ただまあカシオペア座の右下のペルセウス座が中心なんですけど、あなんか北斗七星の方角なんか先から3回ぐらい流れてるなとか、そういうことがあるんですよ。そういうのを見たらそっちの方角にレンズ向けるとかっていう風にやってみると、いいんじゃないかなと思います。それでは今日はここまでとなります。ペルセウス座流星群みんなで楽しんでください。それではさよなら、バイバイ、したっけねー。